乗ります。上にこんな感じでね、いっぱいお参りできるところがあります。ちょっと日傘させます。絶対焼けたくないんで。日傘で見えない。このおみくじをやってみたいと思います。ここに200円入れる。片手で動画撮って、片手でやってるんで、よいしょ。いや、すごい出てきた。わ、大大吉やった。すごい大大吉。何？大大吉って書いてある。おい、大大吉だって。何何？仕事を自主的に取り組めば。仕事の幅が広がる。学業、いやいや勉強しても身にならずで、恋愛、勇気を出して自分で告げるべき。縁談、焦らず待て、必ず良い出会いに恵まれる。勝負、何これ、策を用いて勝つ。金運、貯金が割れば、あれば安泰。とにかく大大吉、締める、大大吉。ここでいつもこの美人お守りを買ってます。
きの第3のエスカーがありました。ここに乗って上に行きたいと思います。はい、おまかすぐエスカーに乗りました。これが、3つ目のエスカーで、最後ね、やっと頂上に着きます。これもね、壁はね、ただ青くて、さっきの綺麗な映像はね、ないです。こんな感じ、誰もいない。今日夜ね、花火大会らしいので、江ノ島混んでるかなと思ったけど、そんなでもね、ないです。よかった。もうすぐ頂上着きます。ここが、頂上です。このアーチをね、通ってます。で、ここを抜けるとね、シーキャンドルがあります。最後のチャンネル登録の動画を撮りたいと思います。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ついでに撮りました。今後これが使われると思います。
サザエのつぶやき来ました。ここではね、初めて食べます。ゲソが好きです。うん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 、磯ザルそばが来ました。じゃあ、ここにすごいザルそばの上に私の大好きな海藻たちと、ここにまたサザエがね入ってます。うのを鍛えるためにいつも嫌いだと思います。この距離は近すぎて全身こするので、いきます。紫の海藻、これが大好き。めちゃめちゃ早食いなんでね、それを防止するために、もう左で食べるとね、うまく取れない、ちょうどいいです。水道が面白い。センサーやると、あ、難しいですね。もう一回センサーやると止まる。クレープ買いました。大好物のアップルシナモンです。やっぱね、ピーカンナッツが乗ってる。おいしい。
取れないからスタンドで降りてます。ちょっと歩きながら食べようかな。うん、あんまり好きじゃないんだけど、このピーカンナッツ美味しい。大体クレープはアップルシナモンか、キャラメル系のアイスが入ったやつとか、キャラメル系が。ブルーベリーチーズも好きです。このピアス昨日買いました。可愛かったんで、歩くたんびにね、音がね、聞こえる？チャリチャリ音がする。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。